はい、今日は5月の21日夜8時46分現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い各所に強制を求めるとともに国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、宮山東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんこばは特に ごぼう、私、どうしても大阪の方で、まで、あ、仕事の関係があり、私もねいろいろと法的な、ね、手続きとかをやっていますので、ね今日明日どうしても、ね、大事な市長選挙を戦っている山本氏の、ね、応援に入れておりませんが、逐一、ね、山本氏から、ね、連絡いただいております。そして今日ね どうも、桃太郎をやっているときにね、御坊氏の市会議員が車を走りながら、ね、スマートフォンで、その山本丈一氏がね、桃太郎をやっているところをね、走りながら動画を撮っていたというんですね。これね、ね私が言っておりますように、御坊氏の市議会議員12名、ね、まあ、共産党を除いてですよ。 共産党はね、そんなことはおそらく中立で、今回ね、立候補者もいないんでね、どうされるか知りませんが、当然、ね、12名は、ね、3月の議会で、ね、三浦現首相が、ね、来々月のね、市長選挙にね、当選された、また我々と一緒に悪いことをしましょう、みたいな挨拶をしたというね、あの動画、録音がありますに、このようなね、壇上からそのようなことをやるというのは、 おそらく47都道府県17区市町村においてね、本当にね、その日本の三権分立、さらには長自治法、すべてにおいて、ね、逸脱した、もう議員としてのね、立場、自分たちがなぜ議員としてバッジをつけているのか、その根本な、ね、常識さえも知らない連中らが御坊市では市議会員になっている市民の皆さん、ね。 有権者、1万8300人の有権者の皆さん。これが、ね、今まで、長年、ね、歴代の議員、さらに市長、ね、そして8年前の、ね、この選挙の時、ね、2回の、ね、長男坊が、柏木さんと戦いやって、とんでもない大差で敗れてした。 敗れただからその人物がね、リベンジで出てくるかなと思ったら、ね、誰も出てこない、今の状況を見たら出てこれるはずがありませんに、以前に何もないときに親のね、100, 100光を傘に来て出てきたのに、ね、帰り中、ね、なって、そしてとんでもない票数で負けた、ぺしゃんこにされた、そんな男が出てこれるはずがありませんに。 しかし、どうもこの前の日曜日、国事の日に、この今度は三男坊が出てきたらしいんですね。我々はね、私は山本と死とね、想像はしていたんです、絶対来とるはずや、ね。この政治家っていうのは、ね、分からんのために、今だけ金だけ、自分だけという形であれば、どんなところにも顔出ししてね、頭下げるはずや。 さあ、施工などは、どの面下げてきたのか。さらに、二階の三男坊は、ね、どんな顔して、またそれをね、受け入れたごぼ坊市民の皆さんもね、おそらく、ね、そのような状況を見て、苦虫かんでいたのではないかな。我々普通の常識人であればそう思いますに、何しに来たんやと。うちらのね、三浦市長。 一生懸命ね、これから選挙運動を戦おうというのに、ね、この、ね、及ばざる、ね、人物が2人も来た。ね、そして、チュプレキを言うやった、おそらく、ね、三浦な、三浦市長のね、心中察するとこがありますに、ね。ところが、我々はね、勝てる道理がありませんに、ね。しかし、負けにも負けのね、 この負け方っていうのがあるわけなんですね。そうでしょ負けには負けの、ね、定理がある。その定理をちゃんと見極めての我々は戦いをやるわけなんですね。負けたからといって誰かさんみたいにね、勝負けで街中にもにいると顔出しできないな。家族ごとど,どっか引っ越ししなければならないな。そんな幸いなね、連中らが岩にね、 向かって進もうというものがね、ね我々二人は、ね、何が何であっても命の限り、このような悪事を重ねて、そして、ごぼう市民のために一切ならない、市民のためと言いながら、企業だけが、一部の企業だけが、市民の税金を食いつぶしているような奴らが、議員と市長と一緒になって、ね、おそらく、今、全国の国民が、 そして政治に興味のある人は、ごう坊主の市長選挙に注目しているわけなんですね。この東大阪でも話したら、それはもう、な、堂村さん、こんなね、チャンスないんちゃいますかと。ね、そんなところでね、市長選挙をやるというのは、和歌山のこの2人、2匹が全国に、いや、世界に悪名を轟かせた、それもね、とんでもない。 ね、やってはならないことをやった国会議員の2人がいる和歌山県御坊市、ね、そんなところで一騎打ちの市長選挙をやるということは、ね、全国民が注目して、ぼう市民にとっては、ね、全御坊市民がどのような形でこの市長選挙を見ているのか。そして どのような形で参加していくのか。ね、今まで現職の主張を応援していたものが、ね、またそのまま、我々はそのまま行くということを覚、ね、悟して戦いを挑んでいるわけなんです。というのは、もうやる前に、ね、負けて負けるというのは、それは一般でそう思うか知りませんが、ところが我々はこけてもただでは起きませんよ。ね、次から次へと出される。 今実感しているのはね、開示請求。今まではね、この3年間、ましてや、この1ヶ月前まではね、公文書、なかなか最後の、最後のものは出,さ出そうとはしなかったわけなんですね。担当窓口の職員が、なかなか最後のね、隠してあるものを1枚は出そうとはしなかった。ところが、この1ヶ月間の間に、普通ね、皆さん、 この開示請求を申し込んで、2週間以内ですね、15日以内に開示することと、表題ではなっているわけなんですね。ですから、いっぱいいっぱい、毎回、この2年間は、ね、申請してから、ね、10日、まだだな、12日、まだだな、そうなって、13日、14日になって、初めて電話があって、ね、公表することになりましたので、 お受け取りいつにされますかと言ってってて電話が入くるさあ、こちら待ちに待っていますから即座に行く。ところが、もらうところには、我々が知りたい、肝心要のことは伏せて出してくる。ね、その出してこない、その理由が書いてあってね、公文書、ご坊氏第何条により、これは個人的な、ね、情報となるために、差し支えがあるためにでき、ね、公表できません。と言って不事、不開示。 として出してくるわけだね。それが、だん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 、このね、1ヶ月間の間に変わってきた。特に、肥尿処理場や、ね、排あの、掃除、ね、清掃センターですね。この清掃センターの開示請求など、ね、1週間も経たない間に、もう出来上がりました。さあ、ここで、ご坊市民の皆さん、そして近隣の皆さん、日高川町、稲美町、さらにあ、あの、私も周りのね、 市町村をよく知りませんが、ね、日高町や都内の美浜町ですかね、そういうところがありますが、そこで、ね、合同で非の処理場やクリーンセンター、つまり清掃センターです、ね、を建設する入札もプロポーザルで行われた、その、ね、開示請求をしたところが、なかなか、ね、半月半月ぐらい待たなければ出してこなかったものが、ね、開示 おこ、をやってからたった、もう一週間ぐらいでできました。すぐに公表します。ということはね、皆さん。役所の職員までもが、このままでは、ご坊氏の政治行政が問われる。自分たちもその、ね、悪性不正に加担している一員である。というね、危機感を持った職員がね、一人、二人、三人と、 出てきてきいいるでではないでしょうか、ね、今回市長選挙に立候補している山本丈一という人物はねご帽子の人ならご存知のはずですが私と同じく波乱万丈の人生を歩いてきている人物なわけなんですよね。そういうものでないと今のこの腐敗崩壊している、ね、悪性不正を、ね、追及して糾弾するというようなことはね普通の ね、生活、平平凡々でサラリーマンやってきた人、ね、そういう人たちでは、到底、ね、このような大きな岩に立ち向かうことはできない。また、するようなものも、ね、そのような根性あるものもいない。ところが、我々は、ね、人として生まれてきて、人間として生まれてきて、ね、波乱万丈の道を歩いてきて、人から何を言われようが、痛くも回復くもない。それが事実だ。 ね、事実でも、その歩いてきた道というのは、ね、一人、ね、様々な、その道の人たちには迷惑がかけたか知らないが、ね、本当にね、チューすればこうならず、こうすれば中ならずの、そのような茨の道を歩いてきた。そのようなものが、ね、我に帰ったときに、今の世の中って何やと。ね、今の政治家って何やと。己らの市民を、 市民のために、市民のためにと言いながら、その裏では、おのれらの尻しおくに走って、尻、ね、しおくで、ね、自腹を太らすだけの政治をやっているではないか、税金むしり取りの騙し取りの裏金もそうですね、そういうことが蔓延してしまって、ね、普通の市民であればね、悪いことばっかりしとんの、ね、しかし、ね、誰もそれをね、正そう、誰がなっても一緒や。 ね、だから選挙にね、もう選挙権放棄している。またどっちみち、ね、こういうことを通してやったら、そして物事を頼んで、ね、利権の語る者だけが、ね、必死になって応援して、そしてまたまた通る。それは、市民がね、誰がなっても一緒やって、心がね、大きくなったら、もう投票時に足をいかない、運ばない、そういうところがね、もうだん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 ね、 悪事を行う奴だけが当選するために是正することができませんにしかし、我々と私と山本常一は、市長選で落選しようが何しようが、この今持っている公文書の悪性不正の証拠処理をもって、まっすぐ進んでいくわけなんですね。それにはね、市民の力、市民というのは、本当の市民というのは、ね、 過去はどうであれ今現在、我々二人が何をやっているのかその証拠に、皆さん、昨年、お盆過ぎから、ね、次から次へと業者や、ね、役場の職員が逮捕されている。誰がそれを、ね、不正を正そうとした、行動をしたというんでしょうかに、ね、私と山本上一なんですよ。 特に山本上一は地元のため、市民のために、なんと、これ調査を始めたら、この公文書にとんでもない証拠が書かれている。それを見た、ね、一般の人が、ね、これがこうだ。この金額はどうです。そしてとんでもないことをやっとるでしょう。この説明したときに、 十人おったら十人がとんでもないことしてるんだな。こいつら、むちゃくちゃごぼう市民の税金を隣町、ね、日高町にしても、稲美町にしても、本当にね、むちゃくちゃなことしとるんやな。ね、本当にびっくりされるわけなんですね。それがね、一つ二つではないんですよ。ね、やってるうちに、ね、本当に、 今度は違う人から、こんなこともね、おかしなことがあったと聞いてますよ。この町でもこんなことが行われてるって聞いてますよ。ね、我々はそれを聞いたら、そのまま放置はしないんですよね。御坊市でも、ね、和歌山県の出先機関のあの振興局っていうのがあるでしょう。御坊市にね、ありますね。これは和歌山のその日高川や稲美町や、 た、ひ町の、そういうところのね、いろんな県の出先機関ですから、わざわざ県庁に行かなくても、そこでね、いろんな手続きができる、許可をもらうことができるというような窓口ですね。さあ、そこで、ね、道路工事一つにしても、ね、市民の知らないところで、我々は強制させた、ね、業者に対して、行政が指導して、島市を取ったことがあるんですよ。ね、というのは、 公共工事、行っている業者が、ね、法令に遵守するようなことを、ね、書いてあるのに、まず、遵守事項、ね、5項目書いてあるのに、それさえも一切守っていない。そのような工事をやっていた。そこへ、この赤い車が通りかかった。あるいは、和歌山環境保全団体の車が通りかかった。ね、当然、その元気を見たら、ね、 とんでもない工事の形態であるということを、いろはのい、e、いですね。中身は知りませんが、遵守事項というのがあるわけですね。5つぐらい。必ず工事を行うには、道路工事を行うには、この分だけは守りますように、遵守事項ですねその遵守事項さえ守っていないならば、ね、これは誰の責任かといったら、これは業者の責任ではないんですよ。どこの責任かといったら、 役所の責任なんですね皆さん、交通の取締りっていうのは、どこですか警察ですね。警察ということは、道路工事をするときには、役所の長と警察署長の許可証が必要なわけなんですねつまり、長であれば、町長工事、公共工事発注ですから、 町長の道路使用許可と警察署が、ね、出す道路使用許可書。これ、2つ現場では持っていないとダメなわけなんですね。監督が、現場監督が。それにはちゃんと、ね、順守事項というのが書いてあるわけなんです、ね、まず第一に、歩行者の安全を確保することって書いてあるのに、次に、 車ローンの交通安全に遵守すること、確保することに、まずは安全、交通安全の、ね、人の人道一番に人の交通を安全を確保すること。次には車ですに、車の交通安全を確保すること。それにはいろいろあるわけに、ね、例えば歩道ですと、片側通行ですと、ね、歩道を確保するには、ね、安全策 ね、そしてガードマン、ね、それをちゃんとすることといって、これが歩道の確保ですね。人が通るときに安全に通る道。ね、しかし、どうですか、皆さん。ごぼ市民の皆さん。片側するときに、人や自転車、単車が通るように、車が通るように、ちゃんと、ね、明示されて、人の確保の人のラッに安全柵なども受けてありますか ただ、カラコーン、三角ポストを置いたままで、ね、たった一人二人のガードマン、ね、立って、車の誘導をするだけ。皆さん、ご存知ですか踏切で、電車が通過するのを待っていた。そこに、昔はね、踏切には踏切番という人物が、ガードマンが立っていましたね。遮断機を、ね、 上げるときに手で上げていたんですよ、皆さん。くる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 回して、ね。この駅の踏切員っていうのが、くる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 って手で回して、ワイヤーを上げて、あの遮断機が上がっていたんですよ。今では自動ですに、踏切板もおりませんに、ところが、この踏切板が、ね。車や人を制限していた。さあそこで、ね。問題は、 踏切板が、まだ一つの上りの電車が通過したので、ね、あと一本30秒あるからと言って、人を通していた。そこで、ね、あ、車を通していた。ところが、電車が、ね、踏切板が思った、その電車が通過する時刻と、ね、車を、ね、今通ってもいいですよ、言った時にやって、ところがそこで、 電車と車が衝突した。に、ね、誰が悪いと思いますかね。踏切版の権限は何もないわけなんですよ。車、皆さん、免許を取るときに、教習所へ行ったりするときに、何と教えられますか踏切では、一旦停止で、左右の確認して、安全を確認して、 通行することって書いてあるでしょ単なる踏切の誘導員が、ね、あ、今電車来ないから、行け行けと。これをやって電車と衝突した。ね、いやいや、駅踏切人が行け行け言ったから行って、ほんで当たったんだと言って、車の運転手がいくら、ね、それを言ったところで、あなたは車に乗っているんでしょ 車の免許を取るときに、道路交通法をどのようにして習いましたか踏切では一点停止をして、財布の確認をして、安全確認をしてから、車を、ね、乗り入れしましょう。そう、皆教わったんではないですか横におる、ね、踏切員が、ガードマンが、行け行けと言って、行ったから、ね、ほんで事故にあった。よくありますね。 ありがとう事故っていうのがありますね。例えば、こっちから走っていたら、前から来る車が、ね、右折しようとして、対向車が右折しようとして待っている。さあ、こっちは前もちょっと使えたなと思うんで、先に行きなさい。ね、そうしたら、ね、向こうから右折する車は、ありがとうございます。手を挙げて、バッと回った。その時に、止まっている、ね、自分の車のイケイケと言って、ね、 道を譲った人が、ね、譲られたと思って右折して、ありがとうって手を挙げた途端に、左側から単車がそのままボンと行って、ね、そして曲がろうとしとったところ、その車と衝突した。どっちが悪いんですか行け行けと言った、道を譲ったトラック、車の、ね、乗車の運転手が悪いんですか右折した車が悪いんですよ。こういうことなんですよ。ね、こういう、ね、 道路工事のやりっぱなし。御坊市や日高川町や、みんなのところでそれをやってました。県道ありますね。私、広川南というところで,上がで、降りて、そして御坊へ入るときに、ね、その道を通っていた県道ですね。片側通行。やっていた。ね、ところが、ね、ガードマンはいないが、あのね、勝手に、ね、信号みたいなものを片側つけて、 あと何分とか何秒とかいうのを肩につけてガードマン立っていませんに、これを守ったからといって走っていって、向こうと対向車が来ても、ね、あの信号を見てわしは通ってきたんだって言っても、これは、ね、あの勝手につけた施設の、こうあの、信号など、何の役にも立たないんですよ。ね、道路交通法で警察官が、いやいや、あの、 勝手に、ね、自動の信号機を点滅、赤と青の点滅の、それをつけたらいいですよ。ガードマン置かなくてもいいですよ。どこにも書いてはありませんね。そんなことは警察も認めませんね。道路交通法で勝手に業者がそれを置いて、ね、ガードマンを、ね、ニット1万円か1万2000円か知りさんが1人へつることで業者は一番ガードマンの人件費を削減できる。 だから、5人おるとこね、3人へつったら、ね、もう3万5千円ね、1日に、経費が浮く、人件費が浮く。このようにしてね。ですから、例えば1千万の工事を受けたら、元請けが100万円取って900万円で下請けが受ける。さあ、その下請けは、今度孫請けに800万円で投げる。もう200万円に抜かれていますね。800万円で工事しようと思ったら、設備費。 ね、50万60万の1つの工事に設備費が組まれていますね、その看板、仮設ほど赤色と人件費、これを、ね、削除しなければ利益が出ませんね、工事本体からの。ね、というのは、その設備費っていうのは、元請けが取って、下請けが取って、自分たち工事をする孫請けは、ね、使い捨ての看板、ね、何年前かに、5年、10年前に作った看板を。 看板だと言って立ててる。これはね、皆さん。一つの工事に必ず、その工事に対して設備費というのは別で出してるわけです。ガードマンなん人分、立て看板なん枚、ね、こことこことここと。皆さん、正確に教えてあげましょうか。道路交通法では、工事形態というのがあってね。普通の国道県道、200メートル工事、200メートル手前より、 50メートル奥に工事浴の看板を設置すること。さあ、200メートルから手前ですよ。50メートルやったら4枚いきますね。50メーター、50メーター、メーター、ね。150メーター、200メーター、150メーター、100メーター、50メーター。さあ、4枚看板、片側通行したら4枚看板があって、反対側もそうですね。8枚看板いきますね。 それにまだ看板それだけじゃないですよ。ね。車線現状看板、片側通行看板、ね。そして工事中看板。こういうのを全部向こうとこっちに立てなければならないように、すべてそれは設備費としてね、一つの工事にして全部出てるわけなんですよ。しかし皆さんどうですか工事現場見たら、ね。もう寸前になってガードマンが 止まっているところに工事中という看板だけが出てる。で、人の通るとこも車の通るとこも同じく、ね、やって誘導するだけ。そんな工事のやり方は、ね、日本の工事国家である工事形態、道路使用許可では、どこにもそんなね、ずさんな工事のやり方を認めるとこはないんですよ。役所が契約書には全て書いてあるわけなのに、設備費が出せるというわけでの。例えば1000万の工事であったら、 ね、別に60万、70万、ね、100万円近い設備費ですね、ガードマン建てること、看板出すこと、ね、安全さ仮確ほど赤色等、横、ね、看板全部出すこと、その費用ですね、これを守っていない、それがもうなーなーになって、ね、放置されているところが、和歌山県は鎮興局、ここへ抗議して、ね、必ず、 最低限度の遵守事項だけは工事業者に守らすようにやったらそれを現在ね、やってくれるようになったわけなんですね。しかしまだ全,全部の業者にはそれ行き当たってない。役所が契約するときに必ずそれを念を押して遵守事項だけは守るようにしてくれ。最低限ですよ。守れない。みんなね、道の狭いところではその法のように工事ができないとこはいっぱいありますね。しかし、 人が通る、車が通る、自転車が通る、単車が通る、その安全だけは確実に、ね、ちゃんと通れるように安全を確保すること。さあ、このごぼうしで今、ね、あと4日ですか、ね、二、えー、22、23、24、25、たった4日間、あと、ね、あります。ね。さあ、この戦いでごぼうみん皆さん、全国民が注目しているご帽子が、ね、 ご坊市の市民が今回の選挙、どのような形で投票率はどのくらいかな、私がいつも言っておりますように、ご坊市民の皆さんが今度こそ日本一の投票率、ね、前の選挙が70%であったら85、85%、いやいや90、90%、いや100、100%近くを目指して、皆さん、投票に行って、記録を作る。 日本のギネスブックの投票のギネスブックを作る。これこそがね、ね、全国に47都道府県176市町村に知らしめるごぼう市民の一番握っている選挙権。これをね、記録を作って、全国にごぼう市民はこれほど政治に的確に注目してるんだということをね、みんなで知らしめようではありませんか。ね、あさってからまた私も泊まり込みで、 若いま行きます。御坊市へ行きます。そして皆さんに、ね、訴えてまいります。そして、ね、我々は、ね、負ける勝負でも絶対に、ね、諦めない。心だけは絶対に勝つ。それが、ね、この戦況が終わっても、我々行く道はまっすぐ進んでいく。これが我々の信念です。そして、ね、思想信条です。ですから、御坊市民の皆さん、自分たちの町は自分たちで守る。 そして、ギネスブック投票率の最高の投票率を皆さんで打ち立てようではありませんかそれでは皆さん、ね、また明日お会いしましょう。それではこれに質問室、おやすみなさい。